こら北村やめなって。みんなに私が K カップだっていうこと言うなし。マジでめんどくさいよ北村くん、ほんとやだ。ちょっとやめてよ、ケツ触ったでしょ誰か。ねえもうほんとハレンチなんだから。あ大丈夫、疲れたなんかだって顔が疲れてるよ。大丈夫本当に、え平気、お水全然持ってくるけど。ああそっかそっか。えなんかもうみんなすごいよね、酔っ払っちゃってね。まあ私も例外ではなく酔っ払ってるけどね。なんか久々でさ、みんなでこうやって飲むの、うん、なんかもうほら大学卒業して、まあ、就職です、就活ですみたいな感じになってから、ほらなんだかんだもう 2,3 年経って、うん、いやもう結構板についてきたというか、仕事とかも、うん、すごい板についてきたんだけど、なんて言うんだろう、この羽を外してみんなでわちゃわちゃって感じで飲む機会ってほんと自分の中でなくてさ。うん、何いや本当になかったの。え私全然モテないよ。本当にモテるって思ってる？全然モテないんだよ。いやなんか私もあの普通にあのみんなで飲み会とかさ、やっぱりさあの会社の中でもあの宅飲みみたいな感じでする機会とかあるんだけど、そうそうそう、同期とかね。だけどその時もなんか私だけ本当に彼氏いないみたいな感じの状況で、うん、まあ全然全然いいんだけど、その時仕事もバタバタってしててすごく忙しかったから、別に全然私、ああじゃあ彼氏いない、私ちょっと寂しいなみたいな、そういう感じの性格でもないし、全然一人でもガツガツいけるよって感じなんだけど、やっぱり酒に酔っ払っちゃって、うん、なんかお酒とか飲んでこうやってあちょっとあ酔っ払う酔っ払うっていう感じになっちゃうと、なんかその本心で言うとなんかあの言われてるけど、あの彼氏欲しい、うん本心はね。なんか私ほら結構なんか強いというか、人から見るとなんか一人でも頑張って生きていけそうだねとか、なんかあの仕事とかもさほらすごくできる方なんだよね、同期の中でもなんか一目置かれる存在というか、社長にお前がいなかったらこの会社は倒産してたよって言われるレベルで結構できる方なんだけど、でもやっぱりなんかその私もなんか気強そうとか、なんか自我がすごそうとか、なんか一人でも結局生きていけんだろうとか、なんか結婚しなそうとか、なんかいろいろ孤独死しようとか、いろいろと言われてるんだけど、あの強い女ってみんなから思われてるんだけど、私的にあのすごく弱い、うん、すごい弱い女だと思ってる自分の中で、だからやっぱり自分を支えてくれる人が欲しいな。あごめん、なんか私すごい酔っちゃってるよね。私なんか普段全然こんなこと言わないのに、なんでだろう、なんかすごい、なんかあなたに会うとあの全部言っちゃう、なんかごめんね、なんか本当にあの人にこういう弱い部分って、あちょっと泣きそう。本当は人にこういう弱い部分とか見せたくないんだけど、なんだろう、なんか全部言えちゃう。なんだろうね、なんかすごいそういう能力持ってると思う、うん、そういう能力持ってるよ絶対。なんかね、なんか弱みとか全部この人になら見せていいかもって思っちゃった。なんか私本当に弱みとか全然家族にも見せないし、親友とかにも弱みとか絶対見せないの。もう会社とかでもなんか私一人で行っていきますみたいな、そういう感じのポジションとか狙っちゃってるし、だから全然見せることないんだけど、あなただったらなんかちょっと見せちゃう。うん、えな不思議だね、なんかそういう能力の身でも持ってる。食べた？なんか能力の身。癒されるな。一緒にいる空間だけでも。あ、私こんなに喋っちゃって酔ってんのかな。私酔ってるかもしれない。なんかちょっと外の空気に浸った方がいいよね、酔いすぎ。あ、ああ、ごめんね、なんかすごい、あ体が傾いちゃった、ごめん、ちょっと胸当たったかも、ごめん、なんか胸当たった、あごめんね、なんかごめん、隠そうと思っても K カップだから隠せない、あごめんね、ごめん、なんか邪魔になったらごめん。今ほら彼女とかに悪いよね、こんなことしたら。あ彼女いないんだ、そうなんだ、あ私なんかすごく酔っ払っちゃってる、あどっかで休みたいかもしれない。家確かこの辺の近くだったよね。いやなんかあの人づてに聞いたというか、風の噂で聞いたというか、あっちからから聞いたというか、どっち右から左からっていう感じでなんか聞こえてきた家の情報が、うん、だからあーなんかすごく疲れたい、なんかどっかで眠りたいなと思って、あー別に家じゃなくてもいいんだけど、なんかどっか眠れないなと思っちゃって、あー